ドラニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はノイズについてまたお話ししようかなと思います。やっぱりこうコメントだったり、まあ実際にこうして対応中にも言われるんですけど、結構ね、なんでそういう風になるのかなってのを自分なりに考えて、あ、そういうことかって、これも時代なんですよね、本当に。もうこれどっかの動画に言ってたら申し訳ないんだけど、あのね、やっぱり未だにこうしてノイズに悩まされるお客様って多いんですけど、ただその内容がやっぱりなんか昔と今ってちょっと質が違ってくるというか、例えばですけど、ちょっと自分的にはすごいびっくりしてるんですけど、あの弦を触ってない時のノイズがひどいんですっていうのが今でもこれあるんですよ。え、弦が触ってなかったらノイズが出るって普通なんですけどっていう、まあそういう話になっちゃうんですけど、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、ただこれってなんでこんなに多いというか、まあ今でも結構いるんですけど、なんでこれがやっぱりなんていうの、そういうのまあ普通になるじゃないですか。で、だけどなんでそういう風におかしいと思って持ち込まれてくるのかっていうのが、あ、そういうことかって思ったんですよ。それ話しようかな。なんでそういう人がいるのかってことと、まあもちろんそういうの知識として知らないっていうのもあるかもしれないですけど、ただなんでそれがおかしいかっていうのが、なんでそう思うのかっていうのが、なんか自分なりに腑に落ちたところがあったんで、それをお話ししようかなと思います。なんでかっていうと、あの今の楽器ってやっぱザグリーンやロータイト、いわゆるノイズ処理のあの塗料が塗ってあることが多くて、そもそもノイズが少ないことが多いんですよ。で、それが意外と今って定額帯の例えば2万円とか3万円とか割と安い値段でもそういうノイズ処理がされていることが多くなってきたんですよね。だからそもそも弦を触らなくてもノイズが結構少ないから、もうノイズが目立ってない。正確には一応ロータイト塗ったからといっても弦を触れなければこう人体アースが働かないから、ノイズは多少鳴ってるんだけど、やっぱり何もしてないやつよりかはノイズがかなり減るんですよね。それがあって、いわゆる、まあ、それがいわゆる加工されてるものなんですよ。ただそれが、まあ、もうこれも時代だと思うんですけど、それがやっぱ普通になりつつあるんですよね。音的には自分良くないと思ってるんで、それは自分デフォルトでは絶対やらないんですけど、自分のギターとかも全部ノイズ処理のロータイトとか塗ってませんから、基本的には音の良さを考えたらノイズ処理はしない方がいいと思ってるんですけど、ただそれがもう初期状態でやられてることが多くなってきて、でそれを初めてのギターで手にする人がやっぱ世代的にも多くなってきてるんですよね。だからやっぱこういう、もう最初からノイズが少ない楽器っていうのをこう手にしてきてることが多くなって、でたまたま入手した楽器とかがこうやってロータイト塗ってない普通のギターを買ったりしたら、でその環境、自分の特に機材とかも何の変更もしてない環境にこうやってアンプから出してみたらノイズがなんかやたら気になるみたいな、まあどっちにしろ触れてる時はいいんだけど、離した時のノイズ量っていうのがロータイトしてるのとしてない時では結構増えたりする、増えたりというか、その何ていうの、してないものとされてるものとしてはノイズ量が全然違ってくるから、それでなんかおかしいってことで、でギター変えたら治りますとってことで、このギターなんかおかしいんじゃないかってことで持ってくる人が結構多かったり、今でも多いんですよ。ただそういうのをやっぱり知らなかったとかでは、まだ知らないのでは全然いいんですけど、そのいわゆる気にしちゃったらもう気になっちゃうというか、まあ、これ自体そのノイズ処理がされてるものされてないもので、ノイズ量がそうや出る量が違うのはそれは当たり前ですと、まあ、そういう説明して、じゃあどっちがいいんだっていう話になってくるんですよね。そういうノイズ処理がされたものの方がいいのか、いわゆるそのナチュラルで何もされてない普通のまともなって言ったら変だけど、いわゆる音に変化を与えない、いわゆるこうノイズ処理っていうのは肺が落ちるとか、そういう風にノイズ処理をすることによって音が変化するので、どっか良くなったらどっか悪くなるところがありますよっていう説明するんですけど、だからそのね、ノイズに関するこの何て言うの、思い込みというか、あまりにもやっぱ神経質な人が多いなって思うんですよね。もちろんその加減ってあるじゃないですか。例えばこのブリッジアースが機能しないとかでノイズが多いっていうゲームあったりするので、まあそれは単純に弦触ってもノイズが多いってやつは、それはもう異常だからすぐ分かると思うんですけど、弦触って特に弾いてて問題がないノイズになるんだったら特に問題ないと思うんですよね。だからそういうのも含めてね、やっぱりこうはっきり言う人がやっぱり世の中に少ないというか、多分 YouTube 上でも全然いないんじゃないですかね。今までそういうのいなかったから、こうやって調べてもこうやって情報が出てこないとか、なおかつこうやって目につく人がいないから、やっぱり今でもこうしてやっぱ分からないというか知らない人っていうのが多いのかなって思うので、もうこの際はっきり言うと、そういうのは弦を触ったらノイズは消えるんですよっていうのを、なんかやっぱ知られてないんだろうなって思ったので、こうやって動画出してみたんですよね。弦を触ったらノイズは消えます。で、弦を触ってノイズが出るのは普通です。そのロータイトっていうかノイズ処理の塗料がされてなければ基本的には普通に出ます。弦触ってなかったらノイズが出ますと、それ言ったらもうこれで分かってくれるかなと思います。
で、それがもしじゃあ弦触ってない状態っていうのが気になるんだったら、ロータイトでノイズ消すか、でもそこまでして音を悪くしてまでこのノイズを消すべきなのかとか、ノイズが気になったらボリュームゼロにすればいいじゃんとかって、そういう風な選択肢もあるんですよ。だそういう風になんかそのノイズに対するこの対策の、それもどっかの動画で言ってますけど、ノイズに対するその直すべきノイズなのか、別に気にしなくてもいいノイズなのかっていう、そのノイズに対する必要性っていうのをそのどっかの動画で上げてますんで、それを見てほしいんですよね。その神経質にこうこだわったノイズを消して果たして本当に良くなるのかなとか、実際音が良くならなくなっちゃうんですよ、ノイズ処理すると。それが結果的に音が良かったって人もいるから、一概にも音って結構音がいいというのをその自分の主観である可能性も全然ありますから、自分が音が良くないって思ってることが人によっては音がいいって思うこともあるので、そこはちょっと難しい判断なんですよ。実際やらないと分かんないってこともあるんですけど、ただこうやって経験上ね、いろいろこうやっていろんな人を見てきて、いろんな人にこうやってやって、その人の反応を見てる限りでは、まあおそらくね、まあ半分以上は音が良くないと感じるんじゃないかなって、加工前、いわゆるロータイト塗る前の方が音がいいって思う人が大半じゃないかなって自分は思いますけどね。特にギターはね、ギターはやっぱ高域楽器なので、高音を失うってことはそのギターの楽器の良さを失うってことにも直結してるので、意外とバカにならないんですよ。だ特にギターはノイズ処理気をつけた方がいいと思います。だから生半可でなんかこのノイズが鳴っても問題がない程度のノイズね、問題がない、いわゆる弦触って弦を触らないでノイズが鳴ります、触ったら消えますっていうのはいわゆる普通の状態なんで、これ普通の状態を神経質に考えてこのノイズが嫌だってことで、まあいわゆる直す必要はないですよ、これは普通の状態だから。だからこれを例えばライブとかノイズが多い現場に持ってくと、そのノイズが強調されて気になるっていう、そういうなんか別の用途があるんだったらやってもいいかなっていうことで話進むんですけど、家で弾くとか触ってたらノイズ気にならない、話した時だけ気になるっていうのは結構これノイズに対して異常だなって思うんですよね。異常ってその考え方が異常かなって思うんですよ。そこまで考える必要ないですよっていう、だって触れてる時は消えるし、弾いてる時は気にならないんだったらそこまで考える必要ないですよっていう話になるんですけど、でこれを直すために音を悪くしてまで直したいですかっていう、そういう結論なんですよね。だからその使用用途を語るのも、どっかそのもちろんどっかのどこの動画か忘れちゃったんだけど、話してますから過去の動画とかも見てみてください。ノイズに対するその意識が変わってくると思います。そこまでして直すべきものじゃないんだなとかね。特にね、やっぱベースとかはいい感じにこの肺が落ちることで、その変なバキバキというか耳が痛いところが消えてくれて、いい感じに低音だけが残ってくれて、いい感じにこのバンドのアンサンブルの音に馴染むっていうパターンもあるので、ベースはね意外と音が良くなるパターンはあるかもしれないです。ただしやっぱりアクティブとかは所詮アクティブなんで、もう所詮って言ったらこれ決めつけなんで、あんまよくいい言葉ではないんだけど、アクティブって言われ電池使ってプリアンプを起動させてる分、プリアンプの音の影響ってでかいんですよ。だからプリアンプとかって、例えばですけど、こうもう こっちで決まっちゃってる分、なんていうの、まあこれ 100% とも言い切れないんだけど、音がちょっと似たり寄ったりになってくるというか、でそれでプリアンプによってはなんかちょっとノイズが気になるかなってやつも確かに物にあったりするんですよね。特になんか初期でついてる名前もよくわかんないプリアンプとかで、なんかちょっとジージーノイズが気になるなってやつはロータイト塗って対策するとか、ただ初期の状態でアクティブだったらメーカーってもうロータイト塗ってることで結構多いんですよ。だからもともと結構プリアンプ自体にノイズが多いパターンっていうのもあったりするんですよね。だそこをもうなんか、例えばもうロータイトがすでに塗ってやってるけど、この機械自体のノイズがでかくてそれが気になるんだったら、もうプリアンプ交換しちゃった方がいいです。これはもうそういうもんだと思います。だからやたらトレブリーなプリアンプとかね。だからベースはね、そういう意味ではこのプリアンプのせいでノイズが多いってパターンがあったり、でそのプリアンプ自体が基板だから、言ったらね、基板だから、そのいわゆるノイズを、例えばパッシブとこういうアクティブって単純にパーツ点数が違うんですよ。まあ、パッシブっていうのは、例えばボリュームいくつかで、まあ、ピックアップが1個か2個かで、ボリュームは1つか2つかで、トーンとジャックとかで、部品が少なくて、で、なおかつその部品にアクティブとかになってくると、プリアンプとかと配線とかこうやって伸びてって、機材が増えてくるんですよね。その分機材が増えるってことは、その機材がパーツたちがノイズを拾ってくる可能性っていうのが増えてくるわけですよ。
だから例えばアクティブベースとかはそのこのあれですね、ローダイトね、ローダイトが塗ってなかったりするとパーツがノイズ拾ってノイズ この増幅になりやすい。だから1箇所で拾ったらそれがこうやって基板に通って基板内でこう増幅されたりとかしてノイズが増幅されて聞こえやすくなってくる。気になる可能性が高いのでアクティブとかはこうやってローダイト塗ると効果が高いかなって思うんですけど、すでに塗られててノイズが高いんだ、ノイズが多いんだったらもうプリアンプの問題だと思います。もしくはピックアップで拾ってる方がね、まあ、このピックアップもね、あのピックアップ自体がノイズがなんかやたら多かったりするのもたまにあったりするので、そういうのも含めてね、ピックアップ単体で鳴らしてみるとか、それも 前の動画で、どこの動画忘れたけど、一回ピックアップ外してみて、ピックアップをジャックに直結してみて、このピックアップがどんだけノイズになっているのかっていうのを確認した方がいいですよね。意外とピックアップもね、なんかやたらこのピックアップなんかおかしいなってやつもあったりするんですよね。なんかノイズ多いピックアップだなんてもあったりするので、こうやって一回撮ってみたら、なんか配線がなんかどっか接触不良とか、なんかしら問題抱えてんのかって思って開けてみても特に変化ないとか、そういうふうになんでこのピックアップこんなノイズあるんだろうとかあったりするので、そういうのも含めてチェックした方がいいと思います。で、最後に、その最初からロータイトが塗ってあるやつでよく確認してほしいんだけど、中途半端に塗られてて、なんかこの塗られてるようで実は通電してなくてっていうパターンがあったりするんですよ。アースに落とすってことがあるじゃないですか。いわゆるマイナスね。このロータイト塗るだけじゃダメだよって話はもうみんな知ってると思うんですけど、塗った後に塗ったものをプラスマイナスのマイナスに落とさないといけないと。例えば壁にこの穴開けて微数値して、ラグって言ってね、微数値して配線ハンダ付けしてこれをマイナスに落とすってことしないとノイズを集めて捨てなきゃ意味ないんですよ。塗っただけだとただノイズ集めただけなんで逆にノイズ増えるんですよ。だからそれがよくある初心者と間違えるパターンなんですけど、塗ったらノイズが減ると思って塗っただけで逆にノイズが激増しておかしい壊したってなってこう相談に来るみたいなパターンもあったりして、それをアースに落とさないと意味ないのでってアースラグ増設したらもうノイズがごっそりなくなったとかっていうパターンも多いんですよね。だそういう風にノイズっていうのは基本的に集めたら捨てないといけないんですけど、それが例えばですけど、まあこれメーカーの本質なんでメーカーがちゃんとしてるかしてないかってすごい、この辺はもうメーカーの作り方次第なんですけど、塗られてはいるけど適当だったり、あとそのロータイトがめちゃくちゃ薄いとかそういうのがあったりして、塗ってはいるんだけどほぼほぼ効果を発してないとか、例えばこの座繰り全体が塗られてるんだけどなんか中途半端にこのどっかで切られてるっていうか、薄すぎてどっかで切られてて、こっち側はアースに落ちてるんだけどこっち側はアースに落ちてなくて、こっち側でなんかノイズが溜まってるみたいな状況になって、そっちでなんかノイズ拾ってたりとかするパターンがあるから、もしノイズが気になるんだったらロータイトの塗り直しってことも試してみるといいかもしれないです。だから思ってるほどメーカーの作りを信用しないで、だから結局自分でやらないと信用できないじゃないですか。本当にできてるのかってことを証明できないから、まあ、実際これが できててノイズが少ないんだったらもうそれが効果として働いてると思うんですけど、ロータイトが塗られてるはずなのになぜかノイズが多いってやつはもしかしたらそのロータイト不良ってことも可能性としてありますよね。パーツ不良かもしれないけど、もしかしたらこのロータイトに塗られてるように見えるものがそもそも塗られてなかったりとか機能してない可能性っていうのも全然ありえますから、メーカーって超適当だったりするので自分で塗り直すってこともするとノイズが変わるかもねっていう、それもなんかメーカーのちょっとした難点を直すっていう意味でちょっと考えてみて修理してみたらいかがかなって思うところでしたかね。ところでしたかね。はい、終わります。ご清聴ありがとうございました。